本当にまた一つよろしくお願いいたします。どうぞ今度はちょっと並んで、ちょっと前、もう一回。すいません、また、ということで。はい、この方どうもありがとうございます。いろいろと、こういう会見の場に、今日なかなか、近藤さん来ていただけるかどうかっていうのは分からなかったんですけども、お忙しいところですね、時間を割いていただきまして、急遽、来ていただけるということになりました。それまた近藤さんからも彼女に一言ですね、励ましの言葉を、いただきたいと思いますのでお願いいたします。どうも近藤正彦です。まず一番初めに喜ばなければいけないのは、彼女がこうして皆さんの前に出れたということだと思います。これはまあもちろん僕も、そしてまあここに今日来てらっしゃるマスコミの皆様も一緒に彼女を応援していってあげなければいけないと思います。まあこの半年間事件のことに関しては黙っていなければいけないという辛い立場にありまして、まあ、僕にとって非常に辛い半年になりましたが、こうしてまあ明菜ちゃんが復帰するレールを引くお手伝いが少しでもできたということにすごく今喜びを感じて、1989年最後、こうして飾れたということが一番僕にとって嬉しいことです。まあ来年僕も歌手として10年を迎えるわけで、歌にドラマにレースに、そして NHK 紅白歌合戦に出れるように頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。でまず来たらこの日この時間にですね、やろうっていうのは、申し訳ございません。後ほどご質問等はですね、質問じゃなくて、はい、これは事務所の会見なんですけど、今ね、はい、テレビで生中継してますよね、はい、番組のためなんでしょうか、どっちなんでしょうか、その辺ちょっとはっきりさせてください。これは合同の記者会見になっておりますので。なるほど、はい、はい、を中継してるということで、はい、なるほど、はい、はい、はいはい、進めてください。はい、時間の方もですね、あまりございませんので、ここで質疑応答に移らせていただきたいと思いますけれども、一人一人の方のご質問をお聞きしておりますと、時間の方も足りないと思いますので、時間をこちらの方で誠に差し支えはございますけれども、切り出していただきたいと思います。では、これからですね、5分間の間、質疑応答を受けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。秋名さん、体の、はい、はい、はい、秋名さん、ごめんなさい、蒸し返しちゃって、じゃあ、申し訳ないんですが、そうするとね、はい、今思い返して、死のうと思った一番大きな原因っていうのは何だったんですか、いろいろ、近藤さんのことですとか、家族関係ですとか、事務所とのこととか言われましたが、その辺を一番ファンは一番心配してると思うんですよね、何だったんでしょうね。本当にこの短い時間では言いようのない、本当に辛いことだったんですけれども、私が仕事していく上で一番信頼していかなくちゃいけない人たちを信頼することができなくなってしまったっていうことです。あとは短い時間では言えません。仕事が一番の原因だったっていうことですか。はい、仕事をしていく上でのことです。その信頼できな、そのすいません、はい、それをお話ししたいんですけれども、長くて伝えることができないんです。この場所を選ぶときにはまず近藤さんの部屋というのが頭に浮かんだということですか。はい、本当に今になっては本当になんて愚かな、なんてバカなって自分で思います。
っていうのはやっぱり一番自分が信頼のできた信用のできた本当にたった一人の人だったんで、近藤さんのマンションに行ってしまって、そしてやっぱり一番最初に見つけてほしかったなって思ったんですけど、そんな一番大切な人をこんなに傷つけることになってしまって、どうしようもないバカだと思います。でも秋名さんの思い通りに、一番最初に近藤さんが秋名さんを見つけてくれて、そしてまた今日へと導いてくれたのも近藤さんの力が大きかったと思うんですけれども、今近藤さんにはどういうお気持ちですか？もう感謝の言葉を言い尽くしても足らないと思います。どんなことをしても償えないと思います。想像のつかない苦しみだったと思います。その半年間、密に連絡をお二人に取ってきたんですか？私はこんな迷惑をかけてしまったものですから、私の方からはそんなわがままは通りませんから。でもちょくちょくと励ましのお電話をいただいたり、お手紙もいただきましたし、本当にみんなついてるから、あなたが元気になるのがみんなが一番嬉しいことだし、みんなが喜んでくれるし、恩返しなんだから、一日も早く元気になることがみんなへの恩返しだから、頑張りなさいということは、体のね、はい、具合なんですが、はい、傷がですねかなり深くてですね、神経までいってて、その手が動かなくなってるんじゃないかという報道もあったんですが、はい、その辺はどうなんですか？私は小さい頃から体は弱かった方ですけれども、転んでも泣かないたちだったし、怪我は精神で治すのは結構得意な方だったんです。お医者さんも、病院にいる時からお医者さんも回復力にはびっくりしてくださってました。ですから今はもう皆さんがご心配してくださるほど、今じゃあ大丈夫なんですね。全然元気です。あ、よかったですね。近藤さんにお尋ねします。はい、今までですね、いろいろ、はい、報じられたりして、はい、でもこうお二人一緒になるチャンスってのはまずなかったと思うんですが、はい、今日この場でこうしてファンの前にね、はい、姿を、お二人揃って表したわけですが、はい、これから先もずっと秋名ちゃんの支えとして、支えになってあげようというお気持ち、はい、もちろん必要な時には、はい、僕でよければね、いろいろなアドバイス、その他もろもろ、今日も記者会見に僕は出席する予定は最初はなかったんですが、中森明菜ちゃんと、社長の中山さんがわざわざうち、までご挨拶に来てくれまして、それだったら僕も一緒にということで出席させていただきました。秋田さんがああいう事件を起こした時に、結婚しようとか婚約しようとかっていう話にはどうなってるんですか？その辺、秋田さんでも近藤さんでもいいですけども、お付き合い、ずっとこう半年継続してきたわけですよね、はい、ですから、大晦日で年が明けたらね、はい、婚約しようとか結婚しようっていう、そういう詰めの話っていうのは口に上ってきてるんでしょうか、どうでしょうか？そういうことは全くないんですが、須藤さんにお話しするとまた話がめちゃめちゃになっちゃいますので、めちゃめちゃっていうかね、嘘ばっかり言われてしまいますので、ね、今日は、須藤さんの質問は避けるという心構えでこの席に出席しました。以上。今総理ね、名指しで言われたのを聞きますけども、お時間の方もございませんので、そろそろ